これはもう誰でもできるからさ、これみんなこうやってね取ってもらいたいのさ、はいはい、混ぜるなよ、一匹は一匹だから、ただケンゴちゃんのだからね、全部食べなちゃい。これは今、今回の動画は、今回の動画は、カニの外し方ですね。そうですね。はい、わかりました。どうわかってんだお前。だって、だってやんなきゃそうやって。綺麗に取んないとな。かわいいかわいい。お茶こえたら残るな。ちゃんと綺麗に取んないと。はいはい。少しでも綺麗に取んないよ。で、骨をなるべく入れないようにね。骨持ってくるわね。どうすればいいの？からな。お箸と何を持っていくの？で、これをこうやってきれいに取って、あと何持つの？で、これをきれいに、まあ、おかみさん、これならおかみさんでもできるだろうと思うんだよね、うん、はい、おかみさんやってみるか。はい、これで、これ全部やって、俺この足の方が外すから、うん、全部やれってか。そうだよ、いや、これは私も難しいわ。なんで？下手くそだ、お兄ちゃんがいるのにできない。で、俺はこっちの方を、はいはい、やってください。さっさとご飯食べてあげてください。壊さないようにやらなきゃならないんだよ。わかるかな。いや、壊れるな。これ取れそうで取れないもんだ。まあ、とりあえずな。大丈夫ですよ。取れますから、まあ。根気がいるな。本当はね、さっきで終わるけど。メガネかけたくないし。綺麗に外す。外さなかったらまずいんだわ、うん、いや、お母さん、これは水やればいいんでしょ。ハサミもしてくれ。全部移ってきてたら明日の朝になるから、うん、よかったな、ケンゴちゃん来てくれてね、うん、どうもありがとう、うん、嬉しい。仕事なんだよ、うん、だから、あ、素敵でしょう。ね、びっくりした声出すんだってね。はい、これ難しいね。むず、誰みんなやんねんだよ。いや、これはできないわ、ちょっと。そうなの？これで一貫握りだよ。ああ、そっか。ああ、なるほどね。寿司の一貫握り。はい、伊藤さん、これできましたよ。おかみさん、そこに投げたらダメだって言ってるだろ、小林がたかるから。ああ、そっかそっか、はいはい。じゃあ、これで終わり。ちゃんと出しましたからね、大丈夫。はい、はい、どうぞ。目見えなくしないよ。うん、するんでね。怒られるんだから、何もしない。これはこっち入れるか。皆さんが自分で言うな。嫌いなんでしょう、私のことがね。うん、ダメよ、大好きだよ。分かった、分かった。とりあえずこういうのもちょっとこうやって置いておいて。はあ。失敗、うわ、いい感じになればなるほど。難しいの。外れねえんだ。はあ。ああいうこういうやつの方がほら、外れやすいぞ。うん、いいのか、ほら。よかったね。はい、それで終わりでしょ。あ、柔らかいからってこと。違うの、違う、枯れてるからよ。枯れてるから、うん、これ水にビシッと身入ってるから外れねえんだ。ああ、一番いいやつだ。はい、終わり。私は終わったよ。身が入ってるから、お水の水に外れねえんだ。うわー、これはむずいわ。むずいなってもんでねってだから時間かかるって言ったわよ俺。うん、ケンゴちゃんが来てくれて最高だ。嬉しいな、うん、まだやってんの、キイちゃん。これ全部やったのか。これ全部やったら死ぬから。ああ、そうかそうか。で、これ毛もこれも飛んなきゃねえんだ。はいはい、ああ、はい、それね、じゃあやんないよ。ザート1ミリに自分でやんなさい。よかったよ、出てきちゃうじゃん。うん、これが大変なのさ、うん、これは大変だな。上がりを見てみていいだろう、うん、見てみた。大丈夫だよ。
秘密です。キス上手です。ちゃんと顔もいかしょん。で、私もやっか。いいの？ダメ。いいじゃん、自分でやってる。うん、手が爪の手になってるからね。分かってますか？ならいいよ。だからね、一部だけ打ってじゃん、あと飛ばせ。うん。でねえとこったらもんやったらお前。これほんと趣味の人間でないとできねえもんよ、お前。ちょっとやらしたら私。だけど一回やって1万稼げるんならやるんだよ。そうだ。まあ確かに。いっぱいになるから。うん、本当だ、本当だ。うまくいった。大丈夫、大丈夫。これがね、みんな簡単にやるからね。あとはいいよ。大丈夫だよ、ケンちゃんのね。みんな欲しがるやつがいるんだよ。ああ、うまいね。うん。うん、それケンちゃんのね。中の骨入ってるほら。あ、これはお母さんで入ってるでしょ。ね、うん、ちょっとパス。そうだよ。すげえ。うわ、超大変。いいの、私は。だけどもね、倍で売れるからの。うん、はい、やんなさい、やんなさい。1万なら2万、2万なら4万、もらった人間ビビるから。これで4本目だもんな。4本目失敗はできねえぞ。拳で1回も作ったことないもん俺、40年間。大丈夫、大丈夫だ。何僕は知らないよ。もういいんじゃない、ね、職人はね、50年経ったって仕事なんか出さねえんだよ。だけどね、見てるだけでいいでしょ。大変だからもったいないでしょ、うんうん、誰にも触らされられねえんだよこれ。そうだ、俺のお前ババアにやらせる。だいぶぼちょぼちょになってきてるから。こたこたなっちゃうや。みんながそれが食べるのかなと思うでしょ。ん？違うか？そうだよ。そうだよ。ひろこちゃんは誰？ん？そうだと思うんで。食べるんでないよ。食べるわけないでしょ。ははははは。バカじゃないか。ピー。ははははは。ねえ、けんかちゃん。うん。せやせや。おかみさん食べないもんね。ね、私これは外したやつか。食べれば。それ外したやつや。ガチャガチャって言うからさ。おかみさんが。おかみさん、これどこ外したの？身いっぱいくっついてるよ。私のせいじゃないでしょ。身いっぱいついてるよ、これ。自分で取んなさい。これ。こんなにいっぱい身ついてる。何、私何だった？これこれ。ね、こんなに身いっぱいついてるぞ、これ。取んなさい、ちゃんと俺身いっぱいついてるから、これ。はいはい、わかりました。ちょっと待って。この赤いところさ。うん。そうでしょ？赤いところね。はいはい、どうぞ。パワーズで足りないんですか？赤くないよ、全部。そうそう、中のほうが赤くないんだ。うん、はい、これはね、ダメなんですよ。赤いとこ大事なんだよ。もういいんじゃねえか。もういいか、うん、これ持っていけばいいのか。あ、ダメ。早くしなさい、もう。綺麗に外してるかと思ったけど、全然外してないんだもんな。ダメだ。皆さんももともとしてるし、嫌いだ。ねえ、ケンコちゃん。そうだ、そうだ。ケンコがみんな悪いんだよ。うん、俺が悪いや。まあ、座ってくい。はい。はい、こんなのお前30分も40分も運転してたってお前見てる人間怒るぞお前。いや見たいんじゃない。いやお前一品じゃないから目で見やったのお前。終わったよ。終わった。いやこれ確かに大変だね。誰もやらねえわな。うん。あべ。そして神戸、そして神戸ナンバーワン、ナンバーワン。はい、どうするんですか。これ合わすんだよ。これがさっきのな、桃とかなんかのやつです。はい、で、この中に味噌入れるわけよ。なるほど。うーわ、贅沢。贅沢だべ。うーわ、信じらんねえ。信じらんないべ、うん、で、こういうとこちょっとな、皮のところちょっとまずいんじゃないか。いくらなんでもこれ食べれねえからな、皮は。で、今度この味噌がびっちり入ってるから。うん、これはすごくいい感じだもん。で、これもちゃんと切り取って。あ、ね、あ、そうね。すごいな。すごいね。これはね、完璧な感じだよ。ああ、こういう風にね。で、これをこうやって、こういうのな。うわ、うまそう、これ詰めるわけだよ。うーわ完璧だろ。ほら、うーわ、ほらやばいね。びっちりだ、ほらびっちりだ。なんだね、すごっ。ほら誰も文句言えねえから。うわ、こんな、これを並べるんだよ、ここに置いてある。はぁ、うすごいね。ほらびっしり、ほら
すごいね、イカさん。だから壊せねえんだよ。ほら、口に赤いのを入れて、もっともっと形よくすれば完璧なんだよ。わかるかな？よくこうやって、ビシッと、ほら。ほら。これはビシッなってるわ。ほら。ほら。どうする？ほら。ほら。盛り上がっちゃうよ、ほら。これすごいんだわ。すごい。量がほら。うわ、盛り上がってるわ。ほら。ほら入らねえでよ、おい。このカニがいいからよ。普通こんなのなんないんだわ。あ、なんないんだ。なんないなんない。半分になっちゃう。はあ。じゃあもういいカニだからってことだ。そうなんだな。身がぎっしりだから。うーわ。あ、そう。もう無理して。並びが悪いからよ。腹立つな。意地でも全部入れたい。いやいや、そうじゃない。あ、そうじゃない。カニの目がきれいに入んないと。すごいね。すごいね。うーわ、できちゃう。ほら、うーわ、完璧だね。完璧や。一匹。ほら、うわ、なんだこれ。これに全てのカニが詰まってるってことだよね。そうだよ。すごいね。これをどんどん出すわけだよ。うん。で、これの商売あるんだよ。これもうちょっとな、きれいに本当は並べるんだろうな。うん。完璧だべ。完璧だわ。はい、お待ちどうさま。うわ、びっくりするから。これはびっくりするわ、伊藤さん。参ったか。参った。気に入った。気に入った。気に入った。今回のこれでもまたやろうと思ったらできるんだ。うんうんうん。もっと究極になるから。いいか、これほら、4等分に切るんだ。4等分に切る。そうすると4人で食えるでしょ。うん、うん、包丁で4等分に切る。分かった。うん、そしたら完璧だべや。本当はもっときれいに並べるんだけどな。うん、でもすごいだろ。すごい。これね、こうやってすげえな、毎回パンと置いて、うん、ここにカニを盛るわけよ。誰もやってないからな。これを4等分に切るわけよ。切れんの？切る。これ切れんの？切るさ。本当はじわーっとな、冷蔵庫内冷やした方が切りやすいんだ。あー、固まるんだ。固まるからな。すごいね。うん、でこうやって2等分でもいいんだ。これならちょっと4等分にはない。はあ、うわ、すげえ。参ったか。これは参ったわ。これを真空にして大量生産するのがね、これから出るはずだ。これから出るはず。これから YouTube 見たらやるから。伊藤さんの YouTube 見て企業は商品化する。俺拳で初めて作ったから。これめ YouTube で出したためうちでやる。いいのか。いいんじゃない。俺はもっと年だから仕事はな、うん、いいけど YouTube で初公開。で、あと冷蔵庫で言われるもう一人ってバーンって切れる。だからちゃんとお前ちゃんと撮って心して売って YouTube に流さんとあかんよ。はい、何万人の人間が見て、はい、だから YouTube すげえぐもっともっと究極のやり方かな。うんうん、今度はもっともっと究極な。今度はズワイもやろう。ズワイ、ズワイ、あ、そっかそっか、何でもズワイも完璧だから。はいはい、ズワイはまた別のやり方でやるから、ね。うん、はい、分かったよ。バカな職人がこんなところにもいるのよ。そうだよ。最後の職人よ。
本当だよね。山の中にいるんだぞ、うん、この味噌気に入ったべ。味噌気に入った。ドワーッと入ったと思うな。あ、美味しかったの。お前ちゃんと YouTube で撮れてんのか。お前多分撮れてます、ね、そうか、うまいです、うん、一人で一匹すごいね。全然食べれるよ。嬉しいべ、うん、この前室蘭に行った時もやったぞ。お前室蘭だって言ったっけ。そうだよ。あ、したらちょっと遠いもんな。こんなんが、うん、でも伊田さんが連れててくれないでしょ。一等俺たちお金ないからさ。お前さ、はい、早く 畑作って、はい、あ、え、はいはい、マスカットのお前コンテナで持っていかないと。お前軽トラに詰めて。そうだよ。俺これも使っていいのか。あ、ダメだよ。やっとこれちょっと。ああ、ひろこちゃん、ここにあるし、これ頼むな。まあいいけどさ、もうやめた。こんなの何回も食ってもな、うん、ここにいなくなる。出ていきます。これは究極のやり方だよ。人にあんまりな、ばあちゃんだからね、ダメなの。あんまり見せたくないけど、 YouTube で出てしまったら、はい、それまでよ。そっか、伊田さん、なんかさ、お金がこれ足コタコタと。俺一生必死。ごめんね。じゃあもうやめた。もういいわ、もうもうやめた。じゃあ自分でやんなさいね。こういう風になると思わなかったね。思わなかった。どうやって伊田さん取るんだろうなと思ってたね。あ、うん、そっか。この殻に入るってすごい、うん、そうだね。いろいろとあるんだな。ここズワイでやろう。うん、え、もしかしてズワイもこの形いけんの。ねねね、ズワイまた別よ。あ、別。ズワイのカニ甲羅揚げって昔よく出たべ。あ、そうかそうか。カニの甲羅揚げって知らねえか。名前は知ってる。昔居酒屋でカニの甲羅揚げってパン粉つけてよく昔みんな揚げてたんだ。へ、うん、えー、それの究極のやつをやってっから、うん、お、その次はまあだから花咲だってあるし、タラバだってあるし、お前ないのイカの金玉だけだ、はい、あ、俺もうまいわ。あ、上手。俺もうめえ。おー、ちゃんと取ってみろ。俺もうめえ。うん、上手。じゃーん、大したもんだな、ケンゴリちゃん上手。よかったね。せやろ、うん、嬉しい嬉しい。これ混ぜてみて。よく混ぜて。これ混ぜればいいんでしょ。うん、臭い。臭いってこれカニの匂いだよ。どれどれ。めんこしょ。めんこちゃんに笑われた。めんこちゃん可愛いのね。めんこいは。どうしたもん。でもできますよ。どうしたもんかな。上手に取れれば。うん、大丈夫だって。もうできてないの。あんまり混ぜないの。あ、やべ。全部自分でやんなさい。ね、こうやって。はい。金のコーラに、金のコーラちゃんにポチョンって入れるのさ。ほら、すごい。入れるのか。さっきと全然違うもの。うん、そうだよ。ほら、量が。そうだね。本当だ。さっきのやつがすごいんだわ、うん。違うわ、量。ナンバーワンだから。お兄ちゃんもちゃんと作ったる。てんこ盛りになってるもの、お前したって。そうだね、はい。こっち。これもいらないのか、したら。ピザ食べるよ。うん。うん、お、綺麗だね。はい、ケンゴちゃん。わ、すごい上手に撮ってるね。触れてた。うん。すごい。崩された、そして。いやいや、いいんだ、いいんだ。これ、こうやって乗ってる、これ。よかったね。これはすごいぞ。ケンゴちゃんがね、可愛いもんね。綺麗やろ。カニってね、日本人人気あるんだよ、お前。カニカマだけで売ってるんだから。確かにね。カニカマだけでも、お前。すごい人気あるんだよ。ケンゴリアの抜けたら、お前かっこよくなったんだよ、お前。うわー、やっぱりか。完璧です、職人よ。伊田さんの言葉だ。マジ職人よ。ほら、綺麗綺麗だな。綺麗だわ。食べなさい、食べなさい。綺麗だ。俺が作ったんだよって言ってごらん。あ、本当よ、俺が作りました。俺が作りました、この右。綺麗だ。綺麗だ、うんうん、よかったね。すげえ、はい、よかった。完璧でしょ。完璧だね。完璧かも。そうなの。はい。ということで、うん、よかった、全部食べました。たごちそうさまでした。食べてごらん。ごちそうさまです。なんで？もういらない。食べなさいよ、ひろこちゃん。お兄さん食べたの？何？食べたよ。もういいのか？もう、はい。これ。え、はい。食べた？食べました。職人よって言うの？いや、ちょっと久々の本気職人よ言ってもらっていいですか？
できるかそんなこと。バカ野郎。麺濃いからいいじゃない。ほらそうだそうだ。飲ま、ね、まだ飲んでないんだからお前。いや飲んでたじゃん。それ誰が飲んでるの？さっきから飲んでんでしょ？おかみさん職人よって言って。いやだね。なんで？嫌いだもん。うん。私は職人よっちゅうの嫌いだもん。嫌いなの？そう。嘘。そうだよ。嫌いなんかい。カニでした。職人のカニよ。なんだよそれ。はい。ありがとうございました。